素晴らしいです。本日全員トップ賞、しかも2レース、はい、いや、よかった、ね、よかったですよ。土佐犬、よろしく言っといて。いや、もうほんとね、今日録画するって言ってましたんで、あいつ、ちょっと待って、見てないの？多分ね、仕事で出てるんですよ。なんで、録画するって言ってます、うん、よかった、でも仕事あるんだね、はい、そうなんですよ。でもね、冒頭です好きな芸人がたくさんいる中で、はい、今回ね、見事的中しましたから、うん、ありがとうございます。これ小島のこれね、134はこれ314って入りましたからね。そうですよね、いい配当もつきましたし、うんうん、それも見事でした、はい、みんなね。今日サーチも2つね、当たりました、ね、2つはなかなかないからね、うん、はい、なかなか。しかも皆さんと一緒に当たるってもうミラクルですよね。そうね、なんか番組のね、なかなかないからね、番組の始まりが始まりだったんで、今日どうなるのかなと思ったんですけどもね。秋山さん反省しましょう、なんで嘘ついたんですか、はい、料理を作るか作らないか。違うんです、あのね、はい、若い頃はしてたんです、はい、あ、やっぱり僕ね、自炊で実はチャーハン上手だったんです。もう子供たちはもうパパのチャーハン大好きなぐらいだったんですけど、そうなんです。そう言われてみればもう15年以上してないなと思って、はい、やっぱりこれは嘘だなと思って正直に言わなければいけないなと思って。秋山さん素敵って思ったけど、あれ一瞬でダメ、一瞬って別に黙っててもよかったらね。そう、やっぱほら嘘をついたらね、家族が見てたらって言われてないじゃんっていう。なるほど、真面目なんですね。真面目ですかね、めちゃくちゃ真面目さが出ましたね、さっきの。真面目すぎちゃうんで、これはいけないと、生放送なんでね。そういうことなんです、嘘はいけないと。でもあれ、3秒空きましたが、放送事故ですからね。そうですよ、じゃあ、なんかフォローしてくださいよ。もう、シーンとなっちゃうで、嘘かいとも言えないし。よく分かんなかったですよ。そう、すいません、秋山さんに嘘かいは言えないでしょ。本当 ね反省します、はい、いや、びっくりしたよ。一回ね、食べてみたいでしょ。そうなのよ、ババちゃんのお料理ね、ぜひ、ね、なんかじゃあ、本当ね、うん、どっか、うん、レース場でちょっと出したらいいですね。なんかそれか、うん、あれですね、番組で、ね、女子レーサーと料理対決みたいな感じでね。いいですね、うん、自分がみなみちゃんとか来たいだけでしょ。おいおいおい、いや、当然当然 MC でやるでしょ。 MC が必要なんで。慣れてるの、日高選手ももちろん入れるよ。いやいや、日高選手もいいですよ。ちなみにベテランですね。ベテラン、日高選手と土屋選手で、じゃそこに当然サナちゃんも肉じゃが持っていくでしょ。あ、いいですか、肉じゃが持って。勝負の、誰が作ったか分かんないでしょ、あの肉じゃが。私ですよ、豆苗って。人間か、最低量でしょ。豆苗育ててるんで。かわいそうにね、苦労してるんだね。一回切った後、もう一回水にやっててね、育つんで。でもね、今日は皆さん、本当、はい、今日はもういいでしょう、はいはい、今日はこれをまたね、はい、春から続けましょう、はい、本当に皆さん今日は最高です、はい、おめでとうございました。ありがとうございました。